はい、どうも皆様、おはこんこん、ミツキックバスターです。花の少女と騎士物語やっていきましょう。さあ、いよいよ最終決戦ということで、今回ちょっとね、それに備えて少しだけ変えてきました。まあ何をかというと、全員の装備をねプラス1強化してきました。まあ、あの武器と防具ですけど、これでね、まあ準備万端といったところで、エレスポットもなんか今までは SP 成長するものとかをよくつけてたんですけど、先制の魔導書、戦闘開始の CC が1増加するやつと、敵の弱点連携に成功した時エナジー回復ボーナスが2倍になる。で、マグロ丼、これはですね、使用時に 70% 回復、武器の性能アップというね、結構消費エナジーでかいものを持ってきたんですけど、あ、いや、こっちじゃない方がいいな。多分ね、これにしちゃうとエナジーが思ったよりでかかったんで、ちょっとやめとこう、これは。カルボナーラにしときますか。 OKOK。 で、満腹の魔導書、1戦闘中に2回まで料理できるようになるやつ、14なんでね、いけると思います。じゃあこれでね、いきましょう。メンバーは、アスベル、シェリア、ソフィー、ヒューバート、初期のこの4人でいきましょうよ、幼馴染のね、メンバーで。さあ、いよいよといったところですね。ワープ、いきましょう。ラムダ、お、後戻りできません、よろしいですか。はい、ラムダ、待ってろ。リチャード、待ってろ。お、来た。あそこに見えるのがラスタリア。あれか。おお。黄色く光ってるね。さあ、皆が見つめるその先に一体何が待ち受けているのか。おお、なんか吸い込んでるよ。あー、リチャードだよね。そうだよね。まあ、いますよね、もちろん。アスベル、いい加減にしろ。僕たちの邪魔をするなと言われましたもね。よせ、リチャード、見に来たんだよ。お前はラムダが何をしようとしているか分かっているのか。当然だろう。ああ、分かったね。ラムダの意志は僕の意志、ラムダの希望は僕の希望だ。どうだろうか。もうすぐ僕たち操られてるような気しかしないんだよな。僕たちの理想そのものに。本当か、リチャード。僕たちに優しくない世界だ。作り変えてしまえばいいんだ。ラムダならね、その言い分はわかるけど、果たしてリチャードがそう思うかっていう。お前の言う理想の世界とはどんなところだ。こんなことをして実現するものなのか。うん。僕たちが世界そのものになれば、醜い争いの元凶を地上から消し去ることができる。やっぱそういう考えだよね。争いの元凶、それ人間の存在だ。結構 RPG だとね、あるような気がしますよね。人間が戦いの元凶だから、それを消そうっていうようなボスって大概いる気がするんです。まあ、それがラスボスかどうかはさては聞いてるところなんですけど。人間を滅ぼすことで争いをなくす。そうしたらお前はどうなるんだ。そうだよね、リチャードも人間だもん。それからどうするって言うんだ。そんなやり方で争いの元を、まあ、確かに全部消せば争いは起きないけど、故郷を追われた時、争い以外も起きないんですよね。お前は俺に手を差し伸べてくれたな。それが俺にはとても嬉しかった、うん、リチャード、お前ならこんなことをしなくてもその優しさで争いをなくせるはずだ。黙れ。おお、怒られた。ラムダのね、支配がなければ、普通リチャードもねえ、アスベルの言う通り変えられると思うんですけど、世界は。これはエレスの力か。すごいエレス溜め込んでる。溜め込んでるでいい。今の我いかに圧倒的な存在であるか。君たちにはもう僕たちを止めることはできない。ほう。なぜ君たちは我の手によってここで死ぬのだから。おー、ここで来た。さあ、リチャード、全てをかけてアスベルたちと対峙するリチャード、待つのは悲しい結末だけなのか。そんなことはない。
人間防衛斬撃凍結。人間防衛斬撃凍結ってことは、あ、でも魔王電撃波はいいのか。防衛斬撃凍結なんか効くのあるかな、ちょっと探します。というわけで小王神が人間と凍結属性があったんで、それでいけるはずです。痛い痛い、ほら差し電滅転生で、ね、ううあの回転攻撃結構厄介なんです。よし行くぞ、ほらリチャード出し惜しみはしねえぜ。やばいやばい、ダメダメ、おエレキシール盗んだ、ナイス。超人いやーい、ヒット数少ないけど、ナイス。ほら、あー昇進がガードされる、やばい。リチャードの使う術は何かとまずいんですよね。くそ、キーン、おっしゃよくよけた、おら食らいやがれ、あーやべえ、エレスブレイクまず、あーやばい、シェリアかじゃねえ、シェリアじゃない、あカルボナーラ効果発動、ほら痛い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 、ほらよし、うわい呪殺で死んだ。まあね、もう最後でいいと思うので、ライフボトルも惜しみなく使っていきましょうよ。いやエリクシル盗んでくれたのマジでありがたいな。あ防がれた防がれた、まずいまずい、オッケーナイス。いやダメだ、もう四天滅天章が使いやすすぎる。オッケー、ほら防衛バリア張るんなら破ってやれよこの野郎、あやべ器用ギア、ほら常にガードしてきゃな、問題ないんだよこの野郎、いやー器用ギア打てない、よしそろそろいけるか、たまれゲージ、よし来た、ほら行け、ナイス、痛い、やばいやばい、危ねえ、あガードガードじゃない、防衛バリア解かれた、やばい、何が来る何が来る、やばいシェリアめっちゃ食らった、今のレイなんとかレイミゼラブルじゃないけど、なんかそういう技のあれか、よっしゃー大したことねえなリチャードは、そんなもんか、おい、いや絶対終わりじゃないよね、絶対終わりじゃないもんこれで、よしどうだリチャード、ちなみにねあのダメージ半減させる鉄壁の魔導書ってのは多分チート臭かったんでつけませんでした。こんなリチャードから出てきて、お願い、リチャードとラムダの融合が進みすぎたせいで、え、分離ができない状態なのかもしれない、なんですって、なんだって、出てこいラムダ、こんなんでいいのか、アスベル、君なら僕を止めてくれると思ったよ、やっぱり正気はあるんだね、僕は裏切られるくらいなら誰とも関わりたくない、リチャードが世界の崩壊なんて望むわけないもの、いっそのこと誰もいなくなってしまえばいい、みんな消えてなくなればいい、そう思う一方で、うん、誰かに救ってほしい、分かってほしいと思ってきた、半分ラムダに精神汚染みたいなものをされてるのかな、君に助けてほしいと願うなんて、
でもこれがリチャードの本音って感じか。どんなに争っても俺はお前を見捨てない。うん、見捨てられるもんか。友達だぜ友達。アスベル、君はこんな僕をまだ友と呼ぶのか。当たり前でしょねえアスベル。ありがとうアスベル。あ、なるほど、語らずしてというやつか。かっこいいね。気づくのが少し遅かったようだ。いいんだよ、今から気づけばまだ遅くない。何もかも遅かったんだよ。なんか嫌な予感がするな。僕はもうラムダの気持ちと自分の気持ち、どっちが自分の気持ちかわからなくなってきているんだ。やばいやばい、完全に融合が進んでる。では君たちの命を奪うことになってしまう。だから今のうちにとどめを刺すんだ。早く。うわー、そういうこと。リチャード、諦めるな。そうはさせない。うっ、この声は、この声もしやラムダか。いよいよ本体出現か。あ、お、アスベル、僕がラムダの意識を抑える。早くとどめを。いやー、それはちょっとできない。アスベル、早く。何？ラムダ、一緒に行こう。うん。もうこんな過ちを繰り返すのはおしまいにするんだ。何が起きてんの？やっぱこれラムダ出てくると共に消えるというのか。あ、リチャードが生きる権利を消そうとしてるってことで、追消滅ではないだろうけど。ありえん。我々を苦しめた存在のために消えるなどありえん。やーべえラムダ。消えるのならば一人で消えよ。ダメだよ、リチャード消させねえよマジで。てかなんかやばいんだけど。ないものに用はない。あー、何リチャード、大丈夫か。いや大丈夫じゃねえよ。あー、滑る。あー、滑る、頑張れ。あ、やった。おー、引っ張り出した。やったぜ。ラムダ、あれか。よし、とりあえずリチャード救い出したってことでいいのかな。死んでないよね、さすがに。リチャードの体から離れて今まで取り込んだエレスと融合している。おお、マジで、それはえぐいな。今まで取り込んだってやばいでしょ。だってバルキネスクリアス3つ分もあるんだよね。これはあれを倒せば全てが終わるんだ。なるほどね。まあそうですね、ラムダの本体ってことです。我を倒した。次は何と争う。争う相手が見つからねば自ら作り出すか。うん、争うのは違うと思う。そうだ、存在していくために他を犠牲にし続ける。その必要のないものまで争いに巻き込み悪として滅ぼす。ダメだよラムダ、あんたが言っても説得力ないよ今は。無知で奢った考えか分かろうともしない。人間を一緒くたにするじゃ、するんじゃないよ。だけど、償うがいい。あれ、姿が出てこないんですけど。じゃあちょっといじります。ラムダ・アンギルスって名前なのか。なんだ、おお、なんだこいつ。
なんだこいつってかラムダだけど、うーわ20万妖魔防衛打撃斬撃射撃衝撃、結構弱点多いっすね。純粋なるラムダ、ラムダアンギルス、うわーマジか、いよいよって感じですね。うわレベル75、栄養技に弱いけど、ちょいきなり待って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 、やばいやばいやばい、あっぶねえ、さすがにいきなりギロギは来ないよな、痛い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 、うわ毒か、間違いなくヒオギは痛い持ってると思うんですよ、ね、でストレスソード、マジか、痛い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 、いいぞ、いやこれ毒対策持ってきた方が良かったかな、やべえひるまねえこいつ、うまくヒット数が途切れちまう、この野郎、ほらなんでだ、なんで途切れちまう、やばいやばい、防衛バリー張った、だがゲイ、防衛バリアは破る、それだけです、よしいけ、よし、オーケー、ヒオギ叩き込むだけでもまだ16万もあるじゃん、やべえ石化した、誰か助けて誰か助けて、オッケーリメディナイス、やばいそろそろやばいじゃないか、やべえ 毒が、ほい、うわーレストレスソード、いやーこのなんだろう、エレスブレイクの状態じゃ何もできないっていうのもやば、なんだあの攻撃、よし頼むよ、ほら痛い、やばいって、くっそヒールじゃない、あそうか状態異常回復ってシェリアしか持ってねえのか、くっそマジかよ、よし、行くぞ、ほら、ずえ、ほら、3万、いいぞ、今の結構効いたっすね、うわー、ビーム打ってきた。いやー、シェイドインペリアルもあかん、あー、危ねえ、痛い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 、待て待て、あれは、なんだろう、スティックじゃない、レバーガチャで脱出できたりはしないのかな、無理そうだな、多分。ほら、今だ、いいぞ、地層天元、当たんない、どれか切れてんのかな、攻撃っていうかヒットが、よし、いいぞ、あーマジか、うっ、やばい、うわなんだその威力、やべえって、ちょっと待って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 、これはえぐいぞ、これはえぐいぞ、ちょっとじゃあもうグレープグミをとりあえずアスベルに使ってもらって、あーでこれはシェリアが死んじゃうんで、アイテムとりあえずライフボトルでソフィーを借りて、逆に今のちょっと時間拘束が長い技だったんで助かったって感じかな、もうライフボトルガンガン使っていきますか、とりあえず、あ、いやエレクシールいきましょう、シェリア、刺せるか、ゲイ、オッケー、ナイス、え、嘘、何、なんで死んだ、あのレーザーみたいなやつか、まあとりあえずレイズソウルをシェリアによろしく、痛い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 、嘘、なんだその攻撃、
やべえ。まあね、こっちはもう最終決戦なんでアイテムを存分に使っていきましょうよ。いやー、痛い、やっぱ脱出できないよね、多分。えぐいな、強えぞラムダ。さすが本体。でもやっぱ今までこう防性属性というか、あのラムダの眉から出てきた敵と、うわっ、これえぐいんだよな。似てる技というか、技じゃない、似てる見た目してますよ。なんか羽の色というか質感っていうのがなんか似てる気がします。なんでヒロギ入らない、ちょっと、もうなんでだよ、ヒロギ落ちてんじゃん。やばい、よし、ナイス、エリクシール盗んだのマジありがてえぞ。この場面のエリクシール本当ありがたい。いや、そこで来んなよ。やばい、逃げる。うわー、デスグリンガー、あぶー、そこ結局来んのかよ。うわっ、待って、いやー、もう、くそ。こんな範囲でいけんのか。オッケー、アップね。そうだよね、まあそうなっちゃうよね。レイズデッドを、時間あるかな、いやねえな多分。だからシェリアにライフボトルをちょっと遊びで使ってもらいましょうか。ほい、やばい、石化した。よし、これ時間稼ぎよ。痛い、ふう、マジっすか。やばい、なんだそのメテオスウォームみたいな技。いやー、なんだその、死ぬ。え、ちょ待って、強えぞマジで。やばい、これいい、いや、やっぱラスボスにふさわしいな。今までで勝つ割に苦戦してんだこれ。なんかひるまないんすよね。ひるむ時間が短いのかなこいつ。いや、なんだそのレーザー、きついな本当に。もう惜しみなく使っていくよ。いやー、違う、今のうちにレイズデッドをキューバタン、やばい、行かせるかこの野郎。よし、オッケー、ひとまず時間稼ぎで、バニッシュフロー、やばい、ちょっと、どれだっけ、リキュールボトル、これを使います。よし、4万、まだあるね。よし、頼む、これしかできなかった、クソ。痛い、でリキュールボトルをまだまだ使っていく。シェリア、ほら破る、防性バリア破る、それが鉄則。いや、ほら、待って、いけ、なんで入らない。なんで L1 押してんのにヒヨギ入らねえの。いやー、もう持っていくねー。
っと待って。いや、ライフボトルをキューバと。あー、もう3段階溜まってんのか、ガード。ほら、よし、いいな。我に勝つことなどできはしない。強かった。お、称号グレイセスを取得。どうだ、ダメだ、きつかった、マジできつかった。どうしたのか。火力がえげつなかったもの。ラスタリアにエラスが吸収されていくわ。お、これでいいんだよね。これでラスタリアは元に戻る。バルキネスクリアスにも再びエラスが行き渡るようになる。よかった、世界は元通りになるんだな。うん、いやー、きつかった。弱まってる。何にも規制しない状態でいればこのまま消えるのかな。なんかそんな気もしなさそうなんだけどな。どうなんだろう。ソフィー、ダメ、消えない。やっぱりか。どうすりゃいいんだろうな。この状態になってもラムダは長い眠りを経た後再び力を取り戻す。そんな、まあ、だから復活したってことなんでしょうね。この話になった原因も。あ、ソフィー、お前まさか。やめてよ。その光ごと一緒に消える気じゃ。それはしないって約束だよね、ソフィー。待って、ここで主題歌アレンジを泣くって、やめてやめて、それはやめて。みんなといられて私はとても幸せだ。おいおいおい、何を言うんだソフィー。主題歌アレンジずるいって。本当にみんなの未来を守りたい。みんなの住むこの星を守りたい。だから、いやいや、だからそうだよ。お前は俺と約束したことを忘れたのか。約束したじゃんか。私が消えてもみんなの中にずっと私のかけらが残ってる。そういうことじゃないんだって、ソフィー。それじゃ消えちゃうのと同じじゃない。違うんだよ。前に私を分けてみんなの命をつないだ時と同じ、今度はもうみんなに会うことはできないけど。バカ言うんじゃないよソフィー。それでもずっと一緒にいられるから。そういうことじゃないんだって。それ以外方法ないの。え、マジでここまで来たのにそれしかない。言っただろ、俺は絶対お前を消させないと。うん、え、嘘、そんなんの。お前マジかよ。だけなのか。それを助かめる。おお、マジか。嘘。アスベル。ああ、え、
な。お前の手を取るだけだ。